こんにちはジュビちゃんです。はいえー、とまたコメントを読みしますが、えー、だいぶま前29回オーケストラの後ろの人は手を抜いているってありましたよね、えー、これへのコメントが最近いただいたんですけどね雨の木さんですごめんなさいあの同じ人をなるべく読まないようにしてるんですけど エコヒーキって言われちゃ嫌だからね <laughs> だけど雨の木さんはあの前も読んだような気がするんですけどすいませんやっぱりあの面白いとはやっぱり読んでしまうのでちょっと面白かったので読ませていただきます。えー、今まで私が見たオーケーストラのコンサートの中でオーケーストラの方が手を抜いていると感じたことは一度もありませんただどうしても気になることがあり質問します。 私はクラシックも好きですがちょっと長いですけど読みます、えー、現代音楽も好きでして、えー、珍しい現代音楽がプログラムに乗ると積極的に聴きに行くようにしています珍しい方ですね <laughs> はい、えー。現代音楽のコンサートに行くと同じオーケストラでも普段のメンバーと違うと感じる時がありますただ普段から全員のオーケストラメンバーの顔を覚えているわけでは ないですし、特に打楽器の人数が増えますから、特にそういう、えー、印象なのだけかもしれません。確かに打楽器の方は、あのそうですね、あの例えば京郷なんかだったら打楽器のメンバー4人しかいないんだけど、本当10人とか <laughs> 現代曲とかなる時あります。そういう時はエキストラの方にたくさん応援に来ていただくので、えー、知らない人がいっぱいいるってことはあるかもしれませんね。はい。 えまたオール現代音楽プログラムとなると客席の人数は普段の3分の1程度の時も見受けられます聴、えー、く方としてはゆったり席に座れてありがたいのですが一方で果たして再三は大丈夫なのかとえ余計な心配をしてしまいます、えー、心配していただいてありがとうございます、えー、ただ「ベルリンフィル」の配信を見ていると現代音楽 音楽のプログラムだとしてもそれなりに客は入っているように見えますそれはベルリンフィルはね <laughs> プログラムに世界初演と書いてあっても再演されるのはあまり見かけないですしそれにあんなに難しい譜面を一体どれくらいの準備期間とリハーサルでこなしているのかも聴衆側としては興味のあるところですもう少し ぶっちゃけた話例えばオーケストラメンバーの中でも「あんな難しい譜面は弾けない弾きたくない再演されないならコスパ悪い、えー、から、えー、若い者に任せる」などと降りたりすることはあるのでしょうか。えー、はい、えー、すいませんということで、えー、コメントいただきましたかなり面白いポイントがねいくつかあったと思いますが、えー、まずですね採算性の話ね。 えともうそもそもがオーケーストラ採算取れないんですよ <laughs> もうそれだから理屈で考えたら分かるんですよこれねだからねあの越本さんとかねあのコメンテーターのね、えー、元政治家のねあの大阪の方で行政をやられてた方とかねその辺がちょっと分かってらっしゃらない気がしたんだけどそもそもがだってあのお客さんの数と舞台に乗ってる人数見てよ。<laughs> それで すすごい経費かかるんですよ。それこそねあの、まあ、不明なこともあるしそれでやっぱり、ね、あのホール借りるのもお金かかるしね宣伝するのもねだからね基本的にねあのオーケストラの公演ってね定型疎かであの現代曲だろうがあのよくやる曲だろうがだって現代曲をやって、まあ、ちょっと今不明の話は置いといてねあの著作権の話を置いといて。客席数とあの のーーの人数っていうのはそんなな変わらないでしょだからその例えば1,000人のお客さんが100人の出演者を支えないといけないわけよそこスパは悪いっすよだけどそれはねあのー、どうやってやってるかって言ったら、まあ、もちろんねあのー、コンサートには自主コンサートと依頼コンサートっていうのがあって。 あのまあ京都市交響楽団でいうと京都が主催してやればそれは全部持ち出しだけれども、えっと他のところが主催してくださったらその経費を全部持ってくださるので我々は、えー、お金を頂い,いて演奏しに行くだけっていう形になるのでそういう相互関係が出来上がってあのオーケストラは、えー、依頼公演で、えー、収支を保つとだから一つの演奏会で収支を全部あのペースするっていうのは無理なんですよ。 だからその辺りは出してくださる方応援して,してくださる方例えばまあ講演会とかもそうですし、えー、と私たちで言ったら京都市っていう幕府があってそれであのお金を出してくださるみたいな読売公共学で読売が出してる NHK 公共学で NHK 出してるみたいなそういうあの関係があったりして、まあ、経営自体はまあ成り立ってるわけなんですけどその演奏会の何て言うんですかねもう 本当にこれアマチュアオーケストラであの経理とかやったことある人は皆ご存知だと思うんですけど恐ろしく金かかりますからねそれでまたあの依頼公演であのどっか移動してなんて言ったら全あの100人とかが全員新幹線乗って宿泊あのホテル通ってっ言ったらもう恐ろしいことになりますよあの、まあ、まあちょっと話よ横見それましたけどあの現代曲じゃなくてもそもそもっていうあのことを言ってしまいましたけどもあのまあそうですね これもう一つあの言うと現代曲っていうのはもうほに既得な方なんだけれども、うん、あのじゃあなんでやるのかって言ったらやっぱりね、あのー、新鮮なもの,あの新しいものをどんどんやっていかないとね音楽は廃れるんですよだからあの名曲だけやればお客さん入るじゃないかっていう意見もあるかもしれないんだけどそれだとね将来がなくなってしまう今はいいかもしれないけどだから我々は,あのお客さんはいいんですよ。<laughs> 私はベ,トベートーベンしか聴かないとかねあのわがまま言いいって私たちはそれをあの将来は担ってるわけだからだから 新しい曲を、ね、どんどんやっていって私も発見をしていかないともう10年100年1000年あとを見据えてやらないといけないその中にはあのもう二度と演奏されない曲は確かにいっぱいあると思いますよ。やっていうかほとんどが二度と演奏されないでも演奏してみないと分かんないんですよ。だから その中から100曲やったうちの1曲は100年経っても演奏されるかもしれないっていうそういうレベルですよだけどじゃあもうそれだけを先にチョイスしてって無理なんですやっぱりやってみないと分かんないからねそれでお客さんに聞いてもらわないとねお客さんが「およかったよかった」って思えるかどうかっていうね演奏者もね満足できるかっていうことありますね。 作曲家に頼むとそう初演とかだとね移植作品だと移植料いりますからね本当にあのもう本当火の車です。<laughs> でもやるかっていう話やりますっていう話なんだけどえっ、ー、とあのぶっちゃけの話ですけどねあの、えー、とあんな曲は弾きたくないとかっていうのはあのそもそもがあの私これ弾きますこれ弾きたくないですっていう世界じゃないのであの。 あのそれはやりたくないとかっても,もちろんあの言う人なんていないしあ内心はこれちょっと嫌だなと思いますよ。<laughs> うわっこれ来たなみたいな。だけど基本的にオーケーストラの人 M の人が多いんでもう逆にだんだん難しい自慢してきますみんな。こんな譜面弾いてんだよとか <laughs> あのね「ベアリー100ページあるんだよ」とかねそういう感じです。だからあの、まあ、あのま、ね、なってね あの弾かなくてよかったらああよかったって思ったりすることはまあ確かにありますがだから弾きませんっていう人は、まあ、いないし実はもう弾かないんだったらもうオーケストラやめてくださいって話ですよまあそんな話なんですけどあと,、えー、とその準備の期間があんな難しい曲でどうされるかっていう話が質問があったと思うんですけど、えーとね、あの曲が難しかろうが難しくなかろうがあのリハーサル日数は増えません。<laughs> だからあの 大概3日っていあのそれねなんでかって言ったらねそれまたお金の話になるんだけど4日やるとねこれねリハーサルでも手当てつくわけだからね余計お金かかるわけ。 で宿泊だっからその時は世界初演が15分の曲であとベートーベンやるとしたらベートーベンはちょっとなるべくちゃっちゃとやってそれで一日のうちの,その世界初演をすごい時間かけたりみたいなことは、まあ、工夫しますけれどねだけどもまあ,みんなあの皆さんそういうの逆にそれこそ本当は M 系っていう話があったんだけどあのもう喜んでね 難しければ難しいほど燃える人がいるんで、ね、必ずねあのまあなんとかや,るやりますっていうかなんとかなりますよそれはね。はいというわけで、えー、現代曲の演奏会っていうのはねあのだからちょっと聞くチャンネル変えると本当に面白いですけどねいつも聴いてるあの曲を聴くモードで聴くと退屈しちゃうかもしれないけどなかなかシュールですよ。あのオーケストラーってやっぱですねあのナンセンスな楽しみがあると思うんですよ。 何がナンセンスかって言ったらこの時代においていまだにあのそのなんていうの科学の力を借りないであの音響をねアナログで全部あの押し量ってあのちょっと大きかったらちょっと横にずれるみたいなねことをやってる今もうこうやってデジタルでねあのこういう YouTube とかだったら全部。 あのコンピューターで,でシミュレーションできるんだけどあのホールの中であのお客さんにどういうふうに聴こえるかっていうの本当ゴロゴロ動かして決めてるんですよ、はい、あのリハーサルでそういうね本当にねあの時代錯誤的な楽しさですオーケストラはそれがねあのでも楽しいんですよでその中でそんなアナログなことやってるのに新しいことをやるっていうのはねこれは本当にねあのなんていうかある種のシュールなナンセンスな、えー、挑戦であると思ってるしはい。 そんなわけで、えー、現代曲も良かったら、えー、まだあんまりちょっとっていう方、まあ一回あの聴きなってください。あのちなみに私あの一回やった曲も二度と覚えてないです。<laughs> 覚えられないですよ。だその時もだってもう次の日に、ね、忘れてる。いや次の日しばらくはね特徴的な音は鳴ってるんだけどね。まああっという間に忘れますよね。はいというわけでえーっとまた。<laughs>